こんにちは、こんばんは、なようです。今回ですね、八形城の城跡の方に来てますね。八形城公園になってるのかな、まあ、公園に今なってるようですね。江戸彼岸っていう、あの氏国桜、北条氏国に関連した、なんか桜があるということで、ちょっと訪問してみました。ここはね、埼玉県の小川町になりますね。小川町なのかな、寄居町なのかな、ちょっとどっちか後で、正しい情報を入れようと思います。今年はタイミングが悪く、ちょっと彼女と一緒に花見というのができない、まあ、毎日ちょっと残業してて、土曜出勤もしてるみたいで、まあ、ほとんどバテバテになってて、日曜日は、まあ、伸びちゃってる状況になってるん で、自分の方もね、あの桜の方をゆっくり見てないので、少しね、ゆっくりと桜を眺めてみたいと思います。もうタンポポね、咲いて、かなり、あの、綺麗な状況になったんですね。はい。なんか写真に乗っかってるタンポポ思い出すからね。こういうね。で、鳥居があって、なんか神社っぽいのがね、ありますけど、俺もね、来たことがないんで、よくわからないんですが、あ、力入った方がいいんだね。鳥居が向こうの方に見える。あれが、真正面。そこから入って、入るのが正解なのかな。すごいね、今日ね、晴れてね、日曜日ですね。日曜日なんだけど、人がもういない。今、午後14時になりますね。あ、そこは参道なんだね。八形城。あと、今ね、もう桜、だいぶ散っちゃって、いますね。4月のこれ頭なんですが、本当だったらね、見頃というところなんですから、まあとりあえず満開なのかな。でもだいぶ散っちゃってるよね。ほらね、花が散っちゃってるもんね。やっぱね、混むね、桜祭りとかって混むとこ行くよりは、なんかこうやってのんびりと、あまり人がいないところをゆっくりと歩いて、癒しのこの景色をね、をするというのがおすすめですね。ハイキングコースにもなってるようなので、電車とかバスで来る方、あの八形城で検索、ね、すれば、あのルートは分かりますん でちょっとこうやって神社がありますが、なんて神社だろうね、ここは、まあ、都内よりかは高いんで、こうやってハイキングコースみたいなのもあったりするので、荒川が見えますね。景色です。なかなか。はい、だから、肉眼で見るとね。江戸彼岸はどこにあるんだろうな。の方に行ってみたりしましょう。八形城の、これは周りになるのかな、堀みたいになって今は川になってるかな。なんか どうなってんだろうね。なかなか分かんない感じになってます。
これなんだ、もうツツジ咲いてんのかね、ツツジだね、綺麗だね。渡ってきました。で、登ってきて、桜の咲いてる地区は、区域がありますね。なんだ、結構綺麗に整備されてるね。どれなんだろうな。どれがどれだかわかんねえな。とにかく綺麗だね。子たちが遊んでるね、向こうに。もう花吹雪になっているようです。人がね、いるからあまり映んないようにしましょう。これが江戸彼岸らしい。これだね。もう散っちゃってるね。上の方に花びらが少し残ってるけど、この一本が富士国桜というやつですね。もうあまりにもさ、存在感がねえから通り過ぎたよ。こんな感じよ。だ、咲いてる時期に来たら多分見応えあんだ。結構でかいんでね、めちゃくちゃでかい、ね。八形城公園の道路があって、車が通れる道路からさ、入ってすぐのとこ、行ってすぐのとこね、目安はここね。降りてきてもうまた目の前に土手みたいのがあって、で川渡っちゃダメね。川渡っちゃうと行き過ぎ。川の手前のところの右手側になんかやたらでかい桜の木があるんで、それがね、江戸彼岸らしい。これだね。ライトアップの照明とかが残ってるから、多分これだね。間違いないね。これだね。寄居町、八形の方に来たら、ぜひ、春のね、時期、寄ってみたらいいと思います。まあ、それ以外の新緑の時期も緑が綺麗な、しかも無料なんで、ぜひ、観光に来ていただけると。まあ、秩父寄ったついでとかね、来るといいと思います。なんかのついでに来るとね、より一層一日充実するかな、というふうにね、思いますね。誰もいねえな。看板がありました。
そこから入ってすぐが江戸彼岸。